キングプリンス、長瀬連、高橋海斗、高イコールはしご高、が、18日からネットフリックスで配信される、連続ドキュメンタリーライドオンタイム、シーズン6、全4話、2週連続配信、に出演する。キングプリンス、キングプリンス、と題した特集では、二人体制初アリーナツアーキングプリンスライブツアー2023、ピース、 中心に7ヶ月の密着取材を行っていく写真あり、リハーサルに臨むキングプリンス2 0 2 3年、デビュー5周年を迎えたキングプリンス n 永瀬と高橋は2人で新たなスタートを切った。6月、情報番組の生出演やフィフスアルバムピースのジャケット撮影などさまざまな仕事に臨んでいた。主演ドラマで人気芸人の役に挑む高橋は、 漫才を覚えるのが大変で、高橋海斗でいられる時間がない。そんな多忙な撮影期間中、グループは二人体制に。当時の高橋の心境は、翌7月は新体制初のファンミーティング。さすがに緊張しました、長瀬、と話す彼らは、打ち合わせなし、の MC にあえて挑戦。二人で初めてファンの前に立った日の裏話が明かされる。 ファンミーティングを終えると、次は全国ツアーの準備へ。高橋は初めてセットリストの一案を作り、長瀬はステージ衣装にこだわりを見せる。衣装の話になったら連を待つのは大変ですよと高橋。当の長瀬は、めっちゃ時間かけちゃった、すみません。と恐縮しながら、公演にかける思いを話す。打ち合わせと並行してダンスのリハーサルも始まった。シンデレラガール、や、 一番など、これまでの楽曲のパフォーマンスは二人用に再構成。練習中の二人からは、意外とやばい。高橋、これまでの立ち位置とか歌割りが体に染み込んでるから、長瀬、それを二人バージョンで覚え直すのがむずいね、高橋、と本音も飛び出す。しかし、五人時代の曲はちゃんとセットリストに入れたい、という理由を語っていく。8月、ツアー初日を迎えた。長瀬は、 今日からなんだな、と自らを奮い立たせ、一方の高橋は緊張のあまり。キングプリンスの本番でのパフォーマンスが次々と紹介されるほか会場の歓声がやばかった。長瀬というシーンやファンのみんなに届けるには、この歌詞、が一番良い、高橋、という曲を二人が振り返る。ツアー中盤の10月、横浜公演の舞台裏で、会場の形が、でっかいしじみ。 みたい、横浜公演。小籠包、と独特な世界観を見せる高橋。長瀬の反応は、そんなツアーの合間を縫って、長瀬は主演映画の撮影に臨む。二人体制になっても、個人仕事の現場では変わらず意識していますという、ある信念、を明かす。12月、全国ツアーはいよいよ最終日へ。公演中、長瀬は高橋の変化に気づいて、どうしたかいと と声をかける。二人で再始動したキングプリンス。この一年をそれぞれ振り返るインタビューで、長瀬は今のパフォーマンスを引っ張ってくれているのはカイト。その分俺は他のところで支えていきたいと話し、高橋はずっと自分のことを思ってくれるレンに、ありがとう、と思っています。俺、この人とずっと一緒にいたらと、長瀬への思いを語り始める。